来年の伝道発表を始めます。発表2年庄司ソニア、はい、心の声を求めて世間の期待と自分らしさの庄司ソニア。
みんなも離れる勇気を持って、自分の道を一歩一歩進み始めればいいのです。世間に惑わされず、自分の意思で人生を決めていくべきなのです。自分の心の声を聞き、自分に正直に生きていく勇気と覚悟を持つことが一番大切なのではないでしょうか。一方で、世間の期待通りに生きていこうとすれば、本当の自分に向き合わず、自分の本心を無視して、自分自身に対して